Thank you.
開始だ。一丁もんでやりますか。波に乗ろうぜ。あんた、いいかもだぜ。とイッチョもんでやりますか。正義は必ず勝つなんてな。さあ、行こう。
Thank you.
My hacking business! Thank you.
my hacking business. サポートを任せて。お手柔らかにね。みんなのおかげだよ。一丁もんでやりますか。くらえ。準備はいい？サポートを任せて。It's my hacking business. Hehe. お疲れさん。ハッキング始めるよ。Thank you.
ザクソンから仕事の依頼が来た。まずはこれを見てくれ。プーリエの諸君、君たちに新しい依頼だ。ザクソンから離反者が出たことは君たちも知っているね。彼らの名はチームデモンズ。確かな筋から入った情報によれば、彼らの裏切りには陰で糸を引く者がいたようだ。その人物の名は岸辺リエ、神城の神だ。神城だって。彼女はおそらくハッカーたちの力を利用して神城を私物化しようとしている。君たちにはその証拠をつかんでほしい。エデンの正常化には神城自体の浄化が必要だ。そもそも僕がエデンの浄化を志したきっかけは、この先はただの長話だ。早い話が、神城のメインサーバーに潜入して神城の不正を証明するデータを奪ってこいということだ。神城のメインサーバーってアバロンサーバーかよ。ユーゴのやつまた大きく出たな。あそこに侵入するには関係者のアカウントが必要だぜ。まさか誰かのアカウントを借りってか。安心しろ、その必要はない。ユーゴから神城前社長の娘神城優子に接触しろと言われている。彼女なら協力してくれる可能性があるそうだ。接触方法はお前と千歳に任せる。私は俺は野暮用で出てくる。アカウントを入手したら知らせてくれ。オッケー、じゃあ行こうぜ。エリカ、おとなしくしてろよ。なぜ僕は渋谷に来たんだろう。そんな顔をしているな。では教えてやろう。俺たちはこれより神城優子こと優子ちゃんを口説き落とす。リュウジから接触方法は任せるって言われただろう。男と女がお近づきになる方法っつったらすなわちナンパだ。彼女にしちまえばアカウントだろうが電話番号だろうがスリーサイズだろうが知り放題ってわけだ。やあ、ゆうこちゃん、僕とお茶でもどうでせうか。やだ、かっこいい。あなたのためならアカウントでも電話番号でもスリーサイズでも何でも教えてあげちゃう。ありがとう。でも僕が一番欲しいのはそんなものなんかじゃない。そう、君の心、それだけなのさ。きゃあ、千歳さん素敵。私の心のファイアウォールを突破してというわけだ。わかったな。お、どうやって肝心の優子ちゃんに会いに行くのかって。実はな、こんなこともあろうかと前々から彼女のことはチェックしてたんだ。なんだその目は。やましい目的じゃねえって。彼女は神城の関係者だぞ。ハッカーとしてチェックするのは当たり前だろ。警備の厳しい神城の社内では接触できないからな。とにかくだ、こういう相手は警戒されないためにも自然に出会うのが一番なんだって。
自宅を張るなんざもってのほか、付近で張るのも NG だ。なんかいまいちやる気が感じられないな。いいか、確かにナンパは軽薄なものに見えるかもしれない。だがそれは大いなる誤解だ。考えてもみろ。女性の警戒心を削ぐため、あくまでも偶然、そして一目惚れ、そんな運命の出会いを誠心誠意演出する、それがナンパというものだ。声をかけるときには笑顔で明るく、時には紳士的に優しく。男と女が誕生したその瞬間より、世の男たちはその技術を磨き、創意工夫を重ねてきたんだ。ただ一年に可愛いあの子とお近づきになりたい、その努力を、彼女が欲しいという欲望を、お前はバカにすることができるのか。いいや、できまい。真に男であるならばな。ようやくやる気が出てきたようだな。それでいい。それこそが真にナンパを成功させる原動力なのだ。ん？でもナンパなんてしたことがないって？まあそうだろうな。いいんだ。初めてのお使い同様、初めてのナンパは誰もが通る道だ。安心しろ。そんなお前のためにこれより、今一度せのナンパ指南塾を始める。まず最初の極意だが、ナンパにそんなものは存在しない。人の数だけ恋の形があるように、また女子の数だけナンパの形も存在するのだ。つまりナンパにマニュアルなど存在しえない。だが臆するな少年、真のナンパ術とは実践の中でのみ磨かれるもの。当たって砕けろ、砕けることを恐れるなかれ、玉砕もまたナンパの正しい姿なのだ。というわけで練習だ。さあ行け。渋谷を歩き回り、好みの女の子を見つけてナンパしてこい。そして砕け散ってこーい。くっくっくよくぞ僕の存在に。君もビッグな人物になる気配を感じるね。その可能性に敬意を表し、次も内田を見つけることができるかな。楽しみにしているよ、ビクトリいろよ、不敬さんだ。ちょっときつそうだけど、かなりイケてるな。大人のお姉さんはレベルが高かろう。ここは一つ俺が手本を見せてやる。不敬さん、よかったら俺と。ああ、
誰が府警さんだ、誰が。私は刑事さんだぞ、こら。すいません。何の用だ、こら。ふざけた用事だったら逮捕すっぞ。あ、はい。あの、俺、お茶を、その…お茶？ああ、そういうことか。それなら早く言えばいいのよ。いいぜ、任せろ。え、本当ですか？やり。おう、渋谷の喫茶店に案内してほしいんだよ。道案内するのもおまわりさんの仕事だからよ。え、いやいや、違う。そこの角を曲がって、まっすぐ行って右行ったとこな。渋谷は人が多いからな、迷うやつが多いんだよ。そうっすね。でも、そうじゃなくて、あの、俺、お姉さんとお茶しに行きたいんです。は？あたしと？はい。ああ、よく見ていたか、弟子よ。いくら可愛くてもおまわりさんには手を出すな。この教訓を必ず後の湯まで語り継いで。全滅か。落ち込むな、弟子よ。言っただろ、ナンパの世界は諸行無常。時に現実は辛く厳しい。それを知ることが一番大事なのだ。じゃ、本番行こうぜ。何驚いてんだよ、忘れたのか。今までのは練習、肝心なのは本命を射止めることだろ。仮にさっきのナンパ全てに成功したって、肝心の優子ちゃんを落とせなければ意味はない。彼女は食べ歩きが趣味で、気に入った店は頻繁に訪れるって話だ。出没範囲は相当広いんだが、今回は頻度が高い中野の飲食店を探してみようぜ。さてと、1階にも飲食店があるみたいだな。ビンゴ、ターゲット確認したぜ。ネットの画像で見た通り、結構可愛いじゃん。よし、弟子よ。ここは師匠である俺がお前に手本を見せてやる。へい、そこの彼女、ちょっといいかな。君、可愛いから声かけなきゃと思ってさ。よかったら、俺とお茶しない？お茶は微妙。それなら、俺こう見えてフットサルが好きでさ、これから近くのコートで練習するんだけど、見に来ない？実はここ来るの初めてでさ、カフェがどこにあるか教えてくれないかな。あれだけ玉砕したのに、どこから出るんだその自信は。あとはお前のその自信だけが頼りだ。行け、我が弟子よ。前にお会いしましたよね。好きなんですか？私も好きなんです、このオムライス。姉子はひょっとして知らないんですか、ここのオムライスの美味しさは。セントラル病院であれほど飲み物に対して可能性を示したあなたともあろう人が、嘆かわしいです。いえ、それも違いますね。良いものを知らなかったからといって、そのこと自体に罪はない。知らなかったのなら、これから知ればいいんです。
今度は私があなたにここのオムライスの美味しさを理解してもらえるよう努めます。ここのオムライスの一番のポイントはですね、独自の濃度に調整されたホイップクリームで作られたバターが使われているという点です。そのバターをたっぷり使ったプルプルのオムレツが固めのチキンライスの上にたっぷりと乗せられている。あなたにもありませんか？目の前でプルプルと揺れている食べ物を見て行儀が悪いと知りながらもついお皿を揺すってしまったことが。ここでは思いっきりその欲求を満たすことができるんです。その光景をたっぷりと堪能した後、口に運ぶオムライスの美味しさはとても言葉では言い尽くせません。どうやらまだ分かってもらえてないみたいです。やはり百聞は一見にしかず、いえ一食にしかずです。一緒にどうですか？あなたのおかげで二人連れ以上じゃないと頼めない超絶大盛りセットを堪能することができました。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。はい、もしもし、リエさんですか？いえ、別に。わかりました。すいません、呼び出されてしまって。本当はお礼にもう一件ご馳走したかったんですが、それはまたの機会にしましょう。やりやがったな、畜生。なんだよ、お前いつの間にあんな上級者を落とせるテク身につけてたんだよ。あれか、俺の背中を見て覚えたってやつ。初めて見た時からお前はできるやったって思ってたぜ。で、どうよシビア、連絡先聞けたか？次に会う約束は？お、どうした？これがオムライス超絶大盛りセットです。あの、どうぞ先に食べてください。私だけが食べるのでは申し訳ないです。今日はあなたにここのオムライスの素晴らしさを理解してもらうのが目的ですし、私だけが食べるわけにはいきません。美味しくないですか？ユーゴから話は聞いています。私のアカウント必要なんですよね。実は私も神代には思うところがあるんです。だから協力させてもらいますね。アカウント大事に使ってくださいね。さあ、いよいよセットの極盛りバナナパフェが来ますよ。
いやまさかユーゴが先に話をつけていたとはな。それなら最初から普通に話しかければよかったな。いやどんまいどんまい。そうだリュウジ、お嬢の様子はどうだ。あれからだんまりだ。あらら、すっかりご機嫌斜めか。ともあれ、アカウントは手に入った。サーバー侵入を始めるぞ。つってもよ、標的のデータのめどはついてるのか。いや、ユーゴからの依頼は岸辺リエとハッカーの癒着を証明できる何かであって具体的なデータじゃない。だから今回は神城のメインサーバーであるアバロンサーバーにマルウェアを仕掛ける。なるほど、網を張ってサーバー内でやり取りされるデータを監視しようってわけだな。まず俺と千歳がこっちの端末から陽動を仕掛けてサーバー内のセキュリティを撹乱させる。その間にお前はエデン内からサーバーへ侵入して指定のポイントにマルウェアを仕掛けろ。これでより機密度の高い情報が集められるようになる。なーにうろたえてんだよ。今回の作戦じゃ一番簡単な仕事だぜ。陽動やサポートは高度で熟達したハッキング技術が必要だ。しかも相手は天下の神城様、サポートはお前にはまだ無理だって。新人を卒業するにはいい機会だ。やってみろ。本来はログインする際にアバター情報の更新が行われるが、今回はそこをスルーできるようこちらで細工する。多少の違和感はあるだろうが我慢しろ。大丈夫だって。お前結構根性あるんだからさ。持ち場につけ。準備ができ次第合図する。位置についたぜ。始めろ。顔がにやけてる。どうせろくでもないこと考えてるんでしょう。君に言われなくてもちゃんと休んでるよ。それよりこれからサーバー内に潜入するんでしょ。分かってる。中に侵入したら外部とは通信ができない。中でサポートするものが絶対に必要だよ。だから私の代わりを準備したの。ワームマンを一緒に連れて行って、わからないことがあったらこの子に聞いて。私よろしくね、ワームマン。任せてエリカ。驚いた。私エリカと記憶を共有したの。エリカの記憶からハッキングスキルを学習してエリカと同じことができるようになったんだよ。ついでに喋り方もエリカの真似してみたんだけど。そういうことだから詳しくはその子に聞いて。あ、それとこのことがお兄ちゃんにも内緒だからね。ワームもその子がアバターに変なことしないように見張りよろしく。
ことってどんなこと？